ミッションミスナダルです。さあ始まりましたエロチキチャンネル。はい、この前、はい、クロちゃんさんと、うん、クロちゃんさんって言ったらまたアグネスちゃんさんみたいに言わないの、うん、って言われるけど、はい、クロちゃんさんとコラボしましたね。ね、その時に、うん、まあちょっと撮影の舞台裏の話じゃないですけど、うん、ちょっとな、気になることがあって、うん、富永さんのことをちょっと口説いてなかった、うん、ああ、可愛いって言ったね。クロちゃんさんが完全に富永さんをジロジロ見出して途中から、うん、可愛いシーン。マスク、ただのマスク美人じゃないシーン。マスク美人じゃないシーン。最初の方は富永さんも笑ってたけど、うん、だんだん笑わなくなってきた。セクハラやった。マスク取って、めっちゃ言ってたよな、固くなん取らへんかったな。マスク取ってくれ取ってくれ言うて、うん、あの人やっぱすごいな、すごいよ女子のなんかスピードじゃないけど、うん、その見つけるスピードというか、うん、富永さんも別にさ、あの時まだクロちゃんさんのチャンネルを撮ってた時やったから、うん、富永さんも別に前に出てきてなかったよ、うん、後ろの方でちょっと見てただけなのにギョロギョロみたいな。いやいや、やっぱすごいよ。なんなんやろな、うん、まあ、空気感もやっぱなんか知らんけど、あんまスタッフさんとうまいこと言ってない感じだった。空気感というかさ、すごいのよ。クロちゃんさんがやるボケで笑ってないもん。笑ってない、うん、すごい。やっぱちょっとオープニングトークずっと一人で撮ってたんだけど、はい、やっぱ震え上がったもん。何このピリついた感じっていう。でもやっぱ俺ちょっと改めてすごいなって思った。おうおう、やっぱクロちゃんさんは、はい、俺やっぱちょっと舐めてた部分もあったのよ。おう、舐めてた。俺ひろゆきさんと前線ディベート対決したんですけど、あ、もうエア、ね、多分終わってると思うんですけど、はい、めっちゃ戦い、いい戦いしたみたいな、称えられたりしたから、うん、結構まあまあ、まあ、全部負け、ほぼ負けたけど、うん、戦いして、まあまあ見応えはあったというかね。で、俺ちょっとひろゆきさんいくつもなんかその戦い終わった後ちょっとひろゆきさん、いや、そうよ、ひろゆきさんと戦って以降俺にはいか家で答えてください。いや、もうええねん、ひろゆきさんの感じみたいな。あの、芸能界の中では強いんちゃうかとか思ってたね。ちょっとね、はいはい、クロちゃん強すぎ。あれやっぱコラボ動画見てくれた方はね、分かると思うんですけど、うん、クロちゃんがもう強すぎてな、うん、あたふたしちゃう、うん、でめっちゃあたふたしてパカパカした時とかもあったし、なんていうのな、ひろゆきさんが結構久保田さんにも言ってるんやけど、俺にも終わった後に、はい、クロちゃんの方が強かったっすね。あー、なるほどね。で正直でも俺もう嫌われ界のレジェンドというかトップを走ってると思うね、クロちゃんさんが。あー、クロちゃんさんがね、うん、だからまあもうそういう弁とかに関しては俺の方が上やろって、俺は結構あぐらかいてたわけよ。はいはいはい、ボッコボコタコ殴りじゃん。いやー、ちょっと恥ずかしかった、ね、いや、俺だから審査員やったけど、ちょっとだけでもナダルさんがちょっといい感じ出したらナダルさんの方に票入れようと思ったけど、もう無理やった。いや、めっちゃ強すぎたもん。頭の回転めっちゃ速いよな。めっちゃ速い、びっくりしてんけど、あの人なんか、いや、賢いねんな、やっぱなんかすぐ言葉さ、だから、そうそうそう、今思ったらクロちゃんさん、アグネちゃん、アグネスちゃんさんみたいな言わないのもめっちゃ回転速いやん、言うたら。確かに、うん、だからでもクロさん、じゃあクロさんって言ったら、トラさんみたいに言わない、うん、とか、でも、でもクロはさって言ったら黙り込んでるけど、うん、あのナダさんの振りだけね。あんま言われたことないかもしれないけど、うん、そうそうそう、でもあの人やっぱすごい、いや、顔が怖すぎて、ディベートしてる時の。俺もちょっと圧、久々になんかその言いくるめられたんだけど、うん、ちょっと言ってもちょっとふと思ったけど、負けた言い訳するわけじゃないけどさ、うん、あのグラス舐めるなめへんのやつ、あー、ありますね。やっぱ信念持ってグラス舐めてるやつで勝たれへんの。いや、どういう角度、俺ひろゆきさんのもやってほしいなと思ってたもん。あー、金払う、そうで、グラス舐めるのはありかなしかで、ナダさんなしやったんですよね。なしで、うん、普通に考えたらなしなのよ、うん、でも別に、うん、舐めたいか舐めるし、うん、じゃあ金払わなあかん、金払いますよ。いや、説得力がそのお題であるわけないのにあったもんな。なぜか謎の説得力。やっぱもうその信念持ってグラス舐めてるやつ。そうそうそう、そこには信念が感じられたね。そう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 、ほんまに。で、逆に俺が女子トイレ入るやつ、別にそれ俺も信念持って女子トイレ入ってないからさ、うん、そのなんていうの、トラブルというか、まあ許可取ってたけど、そう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 、鉢合わせしちゃったって、シャーなしで入ってるもん、我々やっぱ信念持って女子トイレ入ってないからさ、うん、いや、そう、すごかったな、すごかったね、やっぱ新たな一面というか、いや、ほんまにね、あの現場が凍りついてる以外は楽しかったというか。でもなんか富永さんがちょっと恥ずかしいってずっと何回も言ってて、おう、堂々とせえってちょっと怒ってんけど俺。おう、何が？なんか向こうのスタッフさんさ、うん、なんかあの
結構機材3つぐらい、はいはい、カメラ置いてあって、はいはい、結構大きめのカメラあって、うん、富永さんが恥ずかしそうに小さいカメラ持ってさ、もうええって、何が恥ずかしい、堂々とせえって、小さいカメラでっかく見せろっつって俺思ってんけどさ、小さいカメラでっかく見せろ、うん、それ不可能なのよそんなこと、でっかいように見せよ、そのあんたどうやったらでっかく見えるのそれ、いやいやいや全裸監督いや無理よそんなみたいにやれで言うてんけどね。え、富永さんさ、クロちゃんさんに口説かれたというかさ、うん、めっちゃ言われ詰められてたやん、マスク取ってみたいな、その時どう思ってた？いやもう怖かったですいやいや、まあ圧がな、顔怖いもんな、そん時のなんかニコニコしてんねんけどさ、殺人鬼みたいなさ、マスク取ってしん、マスク見せてないでしょ、まさかね、うん、かわいい顔してんもん、マスク取って、そん時の現場の空気どうでした？他のスタッフさんずっとカメラのわけわからんピントずっと回してたな、それであのツイッターで僕の悪いところを募集してますっていう、ムカついたな、あの改めて僕の悪いところを教えてくださいってツイート2人でやって、うん、あのクロちゃんさん側のチャンネルの動画ですけど、で水曜日のダウンタウンちゃうかっていうみんなの憶測があったけど、うんうん、そのチャンネルの企画でな、ちょっと今見てみ、まあその内容が、今どれぐらい来てんの、腹立つからちょっともう何も返してないし、うん、リプがね、その時200ぐらい来てるって言ってるっけ、200ぐらい来てたのかな、うん、再確認したいので僕の悪いところ教えてください、うん、それはクロちゃんとコラボした日につぶやいたやつ、うん、いいねがまずいいねが、6110、ほぉ698リツイート、うわで、返信が811、 811とんでもないよ、めっちゃムカついてんな、これすごい数来てるやん、うん、俺フォロワー以外の人からめっちゃ来てん、なるほど、だからこれフォロワー以外のやつがほんまに今こそナダル潰すときみたいな感じで動きまくって、うわ腹立つ、腹立つわめっちゃムカついたもん、ちょっとそ の困ったときにボケやっていうのやめた方がええで、ほんまとかそのチャンネルであの動画でね言ったやんか、傷ついた一言みたいな、うん、ちょっと今別のもうええわ、いやええやん、せっかくやから、もう俺も悲しいけど、ダブルアートのタグさんから連絡来たんや、ダブルアートのタグさん、うん、大丈夫かお前なんでそれ、いやこんなやって何の返信もせへんかったから、あータグさんもコメントしてくれてたんや、うん、ムカつくやつ、うん、ちょっとこれちょっとムカつくなっていう、引き笑いで間を濁しておすべりをごまかすところおすべり、ツッコミさんに頼りすぎてるところ、あーツッコミさんっていうやつね、うわ、いやいやわ悪いところ、自責の念がないところ、人を陥れるところ、言葉遣い、子供に悪影響、金しか見ない、その他たくさん、いいところ、滑りの天才、うわはるさん、うん、変身してこそ、変もうええて、違う言葉で、はい、滑りの天才って来てるやつ、滑りの天才、うん、あなたはおもんないリップの天才、うわー食らったかな9、え、800、これもうこんなん言ってしまってたか俺、はい、先輩の俺に「はよ芸人やめや」と言ってくるところ、だ、え、先輩の人に「はよ芸人やめや」、うん、誰、神戸の伊藤さんです、言うなそんなん、神戸の伊藤さん、神戸の伊藤さんか、ほなええわほなええんちゃう、ラストいく、でもまあ結構でもはい、シンプルに口臭そうそれに対して、かけなかけな、もっと近くでかけなって、気持ち悪い富永さんどういう顔よう見せてくれたら俺はい、というわけで、はい、クロちゃんさんは、ほんまに要注意ってことですね、うん、女性の方は、うん、学びんのやめろそれはい、ということで、まだ見てない方はコラボ動画見てみてください、はい、リプはもうしないように